おー、来た。うわー、バレた。うわー、うわー、かあの水面にね、今風が出ちゃってるから波も軽く波も立って軽くうねってるからね、その水面だけでやろうとするとやっぱり波紋、後ろに引き波を立たせるって重要なんだけど、トップではそれがすぐかき消されちゃうから、それだったら違う攻め方としてウィードパッチの横をちょっと沈めて素早く泳がせてあげる。ギルに食いついちゃったね。やっぱり水面直下に来たね。もうぶわーって泳いでるのが見える。わー、泳いでるとこから下からパカーンってスリル満点。この釣りはほらフロントフックちょっと外れちゃったけど、うわこの振り幅、これがゆっくり巻いてくると本当にちょ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 本当によりリアルに動くんだけど、早くビューって引いてくるともうグリン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 グすごく大きくバタ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 と泳ぐ、この違い。おお、来た。おお、来た来た来た。おお、やっぱり水面走らせ系はもうがっつり食っとるね。いっちゃえ、よいしょ。後ろから食おうとしたのかな。もう迎えるともう半分入っとるね、どっちか口の中に。いいねー。ブルーギルでもめっちゃでっかいやつもいますよ。だけどめっちゃでかいやつ、タイみたいなやつね、あそこまではやっぱりね、そうそう簡単にアタックしてきても口には入んないし、やっぱり外掛かりでガーンと釣れる場合はもちろんあります。だけどこのサイズにするとさっきのバスもそうだったように、もう口の中にガバッと入っちゃってる釣れ方なんで、バスがもう確実に吸い込みやすい大きさなんで、もう誰しもがこれをね、この大きさだったら投げて巻けば、ああいうこういう状態だったらガツンで来ますし、釣りやすい大きさ、本物の大きさ、ちょうどこれぐらいですか。一口サイズだけあって、やっぱりバイトはもう明確にガーンと一発で来るんで釣りやすいです。
おーし出た、おーし出た出た、今なんか完全に氷水面、ほーら来た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 、もうトップだねこれは。うわーこれでかい、あーこれでかい、これでかい、よいしょ、余裕で50アップでしょ。熱やったね、今のウィードの上を、エビモのトップを氷水でガリガリと巻いたら来ましたよ。来た来た、デカワフ。